本書の主題は現代経済学の問題点をその理論的前提条件にまで遡って検討し批判するとともに、現代的諸問題を解決するためにはその理論的枠組みをどのように修正し新しい骨組みの構築を試みたらよいかということを模索しようとするものでありました。現代経済学のパラダイムを構成する考え方は普通新古典派理論と呼ばれているものでありますが、第2章におきましてはその理論的枠組みを特徴づけるような基本的前提条件について詳しく論じました。そのうち特に重要なものは生産手段の私有性、主観的価値基準の独立性、生産要素のマレアビリティ、可塑性、そして市場均衡の安定性に関する諸条件でありました。で、これらの前提条件はまた新古典派理論の分析的枠組みと政策的命題との性格についてもいくつかの特徴と制約等を意味することについて第3章で簡単に触れました。特に強調したのは市場機構を通ずる資源配分が効率的な分配をもたらすという命題はこれら諸条件のどの一つが欠けても成立しなくなるという点でありました。でこのことは例えば貿易自由化、資本自由化などという第二次世界大戦後の世界で支配的であった考え方が実はこのような制約的な条件の下で初めて打倒することを意味するものであって、現代資本主義の政策的命題についても重要なインプリケーションを持つものであるということを重ねて強調をしたい。このような新古典派的制約条件はそのまま第二次大戦後、特に1960年代の後半頃から顕在してきた資本主義諸国が直面する現代的諸問題と密接な関わりを持つのであります。で、このような諸問題は前書きに言及いたしましたように2つの大きな類型に分けて考えることができ、それぞれ新古典派理論の諸前提条件とも対応をしております。で、まず第1は、環境破壊、公害、都市問題などの諸問題でございまして、これらはいずれも生産手段の私有性と主観的価値判断の独立性とに関わる現象でありまして、資本主義の基本的前提条件に言及することなくしてはその解決策なり対応策を考えることができない。第5、第6章で展開をいたしました社会的共通資本の理論は、一方ではこのような現象を理解するための一つの理論的枠組みを提示するものであると同時に、他方におきましては公害、自動車問題など現実に起きている問題に対する一つの解決策を思考しようとするものでありました。第2の類型はインフレーション、エネルギー資源の希少化などによって代表される生産要素の可塑性と市場均衡の安定性とに関わる問題であります。新古典派理論の分析的枠組みは時間的要素を無視した性格的均衡ないしは比較性格的な性格を持つものでありまして、生産要素の可変性の前提の下では不均衡過程の分析はもちろんそのような状況を描写することすら不可能であります。第4章におきましては生産要素の固定性という概念を明示的に導入いたしまして同学的不均衡の理論を展開するということを試みました。で、この試みは一方では20世紀初頭から極めて明確な形で現れてきました企業の組織化
巨大化という現象を理解するための理論的枠組みの構築を図るとともに、他方では不均衡状態の分析を通じまして、インフレーション、失業などに対する政策的な対応策をどのように策定したらよいかという問題に対して何らかの形での理論的指針を与えようとするものでありました。で、この試みは特に後者に関しましてはまだその方画的段階に過ぎませんで、今後の発展を待つということにせざるを得なかったのでありますが、その基礎的な枠組みにつきましては第4章の叙述からその輪郭を知ることができるでありましょう。新古典派理論の前提条件のいずれかにせよだとしないような経済制度の下では、市場機構の意味するものが大きく変化をいたしまして、資源配分の安定的なメカニズムをもはや形成し得なくなり、第4章で言及した社会的不安定性もまた一層高まるという結果が生み出される。で、このような社会的不安定性を是正するためには、伝統的な経済政策の理念の多くは現実に実行に移すことが困難となるか、あるいはその効果もまた必ずしも期待したような大きさと方向を取らなくなる。で、この時政府の果たすべき経済的な役割についてもかなりニュアンスの異なるものとならざるを得ません。で、これまで展開をしてきました暫定的な性格を持つ理論的枠組みの中では、このような基本的な問題に触れることは困難でありますが、これまでの諸論から明らかなように次の2つを特に挙げることができます。と、政府の果たすべき第一の役割は同学的不均衡過程として捉えられる市場制度の下における経済循環の過程を財政金融的なマクロ経済的な政策によって安定化することであります。で、これはいわば伝統的な機能でありますが、政府の果たすべき第二の役割として挙げなければならないのは社会的共通資本の建設管理と、そこから生み出されるサービスの配分であります。で、この2つの機能は必ずしも排他的なものではなく、実は極めて密接に関連していることに類する必要がありましょう。で、本書におきましては、経済学が現在置かれている危機的状況、すなわち理論的前提と現実的条件との乖離という現象の特質をできるだけ鮮明に浮き彫りにするために、現代経済学、日本では近代経済学と呼ばれておりますが、この基礎をなす新古典派の経済理論の枠組みについて、その皮と肉とを剥いで骨格をあらわにするという手段を用いました。このような手法によって初めて習字的なことに惑わされることなく、新古典派理論の意味とその限界と誤りなく理解することが可能であるだけでなく、現実的な状況に対応することができるような理論体系の構築もまた可能になると考えたからであります。で、しかしこの極限的な近接方法は神秘的な観点から感性を損なうような反応を感ずるだけでなく、職業的な観点から往々にして非知的な、そして大英的な反発を招く危険性が皆無ではございません。特に我が国に関しては、高度経済成長期を通じまして、いわゆる近代経済学者が社会的にも政治的にも大きな役割を果たすようになりまして、政策的提言や社会的提言、アカデミックな地位などにおきまして、20年前とは比較にならないような影響力を持つようになってきたのでありますが、その最も重要な契機は、新古典派的経済理論という分析手法の効果的な適用という点にございました。従いまして、このような形で批判的検討を加えようとしますと、多くの経済学者の職業的な既得権益に抵触せざるを得なくなる。で、本書におきましては、同学的不均衡理論と社会的共通資本の理論という2つの視点を契機といたしまして、経済学の新しい分析的枠組みの構築を試みたのでありますが、どちらも理論的段階を出るものでなく、また社会的価値規範の形成とその資源
配分過程への適用というより根本的な問題について何ら言及することがないままに終わってしまいました。これらの点はいずれも現代経済学が直面する最も重要な、そして困難な課題でございまして、新しい理論的思覚と優れた分析的方法と合わせ持った若い世代の経済学者の貢献に待たざるを得ないというのが著者の偽らざる気持ちでございます。前書き。現代の経済学は今一つの大きな転換期に立っております。現実に起きつつある様々な経済的社会的問題が、もはや新古典派的ケインズ経済学というこれまでの正統派の考え方に基づいては十分に解明することができなくなり、新しい発想と分析の枠組み等を必要としているからであります。で、1920年代の終わり頃から1930年代にかけまして、ほとんど全ての先進的資本主義諸国を襲った大恐慌を前にしまして、それまでの正統派であった新古典派の経済学はその根底から揺り動かされた。そしてケインズの一般理論という新しい分析方法が生み出され、現代資本主義制度の下における経済循環のメカニズムに新しい光が投げかけられ、国民経済の運営に大きな変革がもたらされました。これをいわゆるケインズ革命でございますけれども、今から40年前のことになります。ただし、この本は1977年に出されておりますのでご留意ください。その後、第二次世界大戦を経まして、世界の多くの国々でこのケインズ的な発想法に基づいて経済政策が策定されるようになってまいりました。特に日本などの先進工業国で20数年という長い期間にわたりまして、完全雇用に近い状態の下で経済成長が続けられてきたのも、このようなケインズ的政策にその一因を見出すことができると言っても過言ではないでありましょう。またいわゆる低開発諸国の経済発展に関しましても、ケインズ的な思考方法が重要な役割を果たしてきたということは、例えばアメリカによる対外経済援助のあり方を通じても伺い知ることができます。しかし、1960年代から1970年代にかけまして、先進工業諸国といわゆる低開発諸国等を問わず多くの社会的経済的問題が発生してきました。いずれも公害、環境破壊、貧困、都市問題など所得分配の公正という問題に多かれ少なかれ関わるものでありまして、ケインズ経済学の枠組みの中では十分に解明することができないだけではなく、その政策的な含意、インプリケーションは往々にして逆進的な性格を持つようにさえなってまいりました。で、1930年代の大恐慌とそれに伴う新古典派理論の崩壊によってケインズ理論が生み出されたと同じような意味で、70年代における経済学の危機は新しい理論を必要とするということができるでしょう。で、ジョン・ロビンソン教授の言う経済学の第2の危機でございます。この経済学の第2の危機は経済学者にどのような影響を与え、どのような意識変革をもたらしたでありましょうか。で、この問題は単に経済学を研究し学習する私たちにとって重要なものであるだけではなく、もっと広く現代の社会問題に関わりを持ち、将来の発展の方向を模索するときに極めて重要な足がかりを与えるものであります。現代経済学に対する批判は大雑把に言って次の2つの類型に分類することができましょう。第1は、経済学がその分析対象をあまりにも狭く市場的現象に限定しすぎて、より広範な政治的、社会的、文化的側面を無視ないし軽視しすぎたという批判でございます。環境破壊、公害、人間阻害、豊かさの中の貧困などすべてこのカテゴリーに属するものであります。第2は、経済学の分析的方法に関するもので、いわば内在的な批判であります。すなわち、いわゆる近代経済学の理論的枠組みを形作っている新古典派の経済理論があまりにも性格的な均衡分析に終始しすぎていて、インフレーション、失業、合戦、
所得分配の不平等化などという優れて同学的な不均衡状態に関する問題に対して有効な分析を行うことができないということに関わるものであります。で、この2つのカテゴリーは必ずしも排他的なものではなく、またお互いに重要な関わり合いを持っておりますが、このように分類して考えることは、これまで行われてきた経済学批判に対して何らかの意味で積極的な回答を与えようとする試みで、一つの思考的枠組みを提供するものと言えましょう。本書ではこのような視点に立ちまして、いわゆる近代経済学の理論的な支柱を形成している新古典派経済理論について、その基本的な枠組みを考察し、その意味と限界等を明確にすることから始めております。そして新古典派理論に対して重要な修正を加え、新しいマクロ経済分析の視点を与えたケンズ理論の性格を説明し、それがどのような制度的、政策的インプリケーションを持っているかということを詳しく論ずることにいたします。そして最後に、現在展開されつつある同学的不均衡の理論と社会的共通資本の理論に関しまして、その基本的な論理構成を解説し、その制度的、政策的な意味付けを論じ、新しい経済学の視点に対して一つの展望を与えることを試みたい。本書は筆者がこれまで数年間にわたって断片的に発表してきた考えを修正したものであります。特に先に岩波新書の一冊として発表した自動車の社会的費用の中で触れた新古典派経済学の再検討を発展させたものでありまして、文中少なからぬ部分について重複的な考え方なり説明がなされております。本書での論理展開の完全性を求めるためやむを得ないという面もあるので、読者のお許しをこいたい。1977年2月28日著者。目次でございますけども、目次は前書き、序章、新古典派理論の輪郭、新古典派理論の基本的枠組み、ケインズ理論の展開、同学的不均衡理論の構想、社会的共通資本の理論、社会的共通資本の理論2、1は市民の基本的権利、2は社会的安定性で終わりに、から後書きでございます。で、後書きにつきましては、本書の内容はこの数年間にわたる私の施策をまとめたものでありますが、ここで取り上げた主題の一つ一つについて、いずれも不完全のままこのような形で一冊の書物として出版することに対して大きな心理的提供を感じないわけにはいかない。新古典派の経済学を学んで、自らも研究を行ってきた者の一人として新古典派の制約的体系を否定して、新しい施策的な分析的な枠組みを構築することがいかに困難であるかという苦悩の軌跡を期して、読者の参考にすることができたらというかすかな期待を持ってこの書物をまとめたのであります。各章の内容はこれまでの機会ある度ごとに雑誌新聞などに断片的ではあるが発表してきました。その主なものを記せば次の書論文であります。同学的不均衡理論の構想の中の、これは前書きにあたる部分でありますが、本論に入るに先立って同学的不均衡理論とは何かということについて、これまでの書論を踏まえながら簡単に説明しておきます。で、同学的不均衡理論は比較性学、同学的均衡理論の延長線上にあるとされておりますが、この2つの理論とは本質的に異なる現象を対象とし、したがってその分析的方法もまたかなり異なったものでなければならない。いわゆる均衡分析の枠組みでは処理することができないものでありますが、これまでインフレーション、失業などという優れて同学的不均衡な現象についてすら均衡分析の方法をもって説明しようとしてきたために大きな混乱が生じてきたことは前にも触れたところです。新古典派経済学の持つ理論的前提条件の下では、経済は常に均衡状態にあると想定され、不均衡状態については細胞的に記述することすら不可能となります。すなわち各時点で各経済主体は消費者であっても生産者であっても、それぞれ自ら最も好ましいと考える行動を選択することができ、各財サービスに対してその需要と供給との乖離は直ちに価格あるいは生産消費計画の調整を通じて解消されるんだとして、したがって各時点で各経済主体は自ら最も望ましいと思われる生産消費計画を立て、しかも
各財サービスに対して需給が均衡するような状態、すなわち均衡状態が成立をすると、もし経済がこのような均衡状態にないとすると、価格あるいは生産消費計画は直ちに修正をされ、そのような調整は何ら追加的なコストも時間も必要とせずに可能になると考えられている。したがって第2章で論じたように、均衡でないような状態自体新古典派の理論的前提条件である。生産要素の可塑性と化学機構の安定性とに矛盾するものとなる。ちょっと飛ばしましてね、比較性学はある均衡状態を他の均衡状態と比較してみて、価格、生産量、雇用水準などの経済的消費がどのように異なっているかを検討する。この2つの均衡状態については、外性的変数のうち1つないしはいくつかのものが何らかの事情によって変化し、異なった値を取ると考えるが、その変化がどのような時間的経過をたどって起きてきたのかという点は全く関せず、結果としての2つの均衡状態だけを比較する。ワルラスの一般的均衡理論、ヒックスの価値と資本の基本的な枠組みはこの比較性学の考え方であります。これに対しまして、動学的均衡論、均衡状態が時間的経過に伴ってどのような経路をたどって変化するかということを問題にしておりまして、各時点における均衡状態を規定する外性的条件自体も、その時々に実現する均衡状態にある時は無関係に、ある時は依存しながら変化していく。で、1950年から60年代にかけまして流行した新古典派の経済成長理論は、後者の意味におけるところの動学的均衡理論の典型。比較性学も動学的均衡理論も共に均衡分析の枠組みの中で展開されるものであります。で、この点に関連して読者の注意を喚起しておきたいことがありまして、それはオスカー・ランゲ、ポール・サミュエルスの並びで展開されました価格機構の動学的分析についてであります。で、この分析は新古典派的な前提条件が妥当するような市場経済におきまして、価格が均衡価格でないときに、需要と供給との差に比例して変化するとき、均衡状態に近づく傾向を持つか否かということに関するものでありました。動学的不均衡理論は上の2つの分析資格と異なりまして、不均衡状態を対象とするものでありまして、この時2つの問題が提起されます。第一に、各経済主体の行動が必ずしも最適なものではなく、各財サービスの市場については必ずしも需要と供給とが一致していないような状態をどのようにして叙述するかという問題であります。第二の問題は、このような不均衡状態が時間の経過に伴ってどのような経路を経て変化するかという動学的過程に関わるものであります。これが今のところがですね、動学的不均衡理論の構想でありますね。あと、社会的共通資本の理論の市民の基本的権利ですね。これまでの議論が示すように、ケインズの一般理論は新古典派理論の最も基本的な前提条件でありました。生産手段の私有性と、それに伴う市場制度の意味するところには言及をしておりません。で、そこで、本章ではこの問題を取り上げて、どのような理論的考察が試みられてきたかということを説明することといたします。新古典派の経済理論におきましては、全ての財サービスの生産及び消費が私的な利人追求という動機に基づいてなされるという前提が設けられておりました。私たちが普通想定するような財サービスにつきましては、その生産販売が私的利潤追求の対象とされることについて、何ら社会的あるいは倫理的問題が起きないと考えておいてもよい。しかし、財サービスの性格によっては、このように私的利潤追求の対象とされることによって大きな社会的問題を引き起こすようなものが少なくなく、その最も端的な奴隷制でありますが、人間を売買の対象として私的な利潤の追求がなされるということは、人道的見地から許されるべきものではなく、現在このようなことが許容されている国は存在しておりません。その他に、人身労働、警察などの例は市場機構を通じて処理すべきではないということは極めて明確なものでありまして、このような判断も現在の社会的条件を反映した、いわゆる社会的通念に基づいてなされたものであります。事実、古代ローマ、アメリカ南部の例を挙げるまでもなく、奴隷制が当然なものとして許容されていた歴史的時代もあって、開拓時代のアメリカ西部に見られるように、警察サービスが私的に供給されたこともありました。したがって、人身労働、警察を市場機構を通じて処理すべきではないということは、あくまで現在の社会的、経済的条件を反映した上での価値判断であることに類似必要があります。こういうふうに社会的にですね、ある一定の条件から見ると不適切であるというものをどのように見るかという
ことが必要になってきているんですね。必然的に近代的市民社会の制度的特質に触れなければならなくなる。要するにこれは経済外問題ですよね。そういったものも含めて社会的共通資本の理論という概念が必要になってくるんだというようなことですね。市民の人間的権利に関する社会的通念をどのように理解し解釈するかによって規定されるものだからでありますと。では、わざわざ2としてあるのはどういうことかということになりますが、一般理論の最終章にも述べられているように、ジョン・メイナード・ケインズは文献的市場経済制度の持つ内在的な欠陥のうち次の2つの点が最も重大な社会的影響を引き起こすと考えております。第1は現代資本主義制度のもとにおきましては大量の非自発的失業の発生が不可避的にならざるを得ないようなメカニズムが存在するということであり、第2は市場機構を通じての所得及び富の分配は年々不平等化する傾向が必然的に見られるということであります。ケインズの一般理論は第一の問題点である非自発的失業の現象をどのように診断しその対策をどのように処方するかという問題を解決しようとするものでありました。ケインズの基本的な考え方は市場機構を通ずる資源配分のメカニズムをできるだけ維持しながら金融財政政策を適切に作動することによって有効需要を生み出しどのようにして完全雇用を達成できるかということを思考したものであります。で、このような政策考慮を策定するために、現代資本主義経済制度をどのように理論化しそれにおける経済循環のメカニズムをどのようにして分析するかという課題に対しましてキーンズの一般理論は新しい理論の枠組みを展開し、そのような問題に対して解決を与えようとしたのでありました。一般理論が具体的にどのような理論構造を持ち、ケインズ以前の正統派的な考え方であった新古典派の経済理論とどのような点において相違するのかについては、第3章で部分的に我々が論じてきた通りであります。で、ケインズが新古典派の基本的命題のうち特に問題としたのは、いわゆる正の法則。供給は需要を生み出すという形に表現される正の法則は、企業と家計との制度的分離が見られないような市場経済制度の下で、しかも生産のプロセスが瞬時的に完了するという条件が満たされているときに初めて妥当すると。で、正の法則が成立しているというような、国民経済制度の下では非自発的失業の発生はあり得ず、摩擦的失業の状態を除いては完全に雇用の状態が実現するというのが1930年代初めまで頃までの正統派の地位を占めていた新古典派理論の立場でありました。私の朗読というのが、社会的権威といいますかね、そういうものによってなされておりませんので、このままストレージに上げるということにして。